毎月勤労統計調査の不適切な事務処理について、総務省の統計委員会は、厚生労働省による報告が不十分だとして差し戻しました。差し戻しっていうのは簡単でですね、もっとしっかり頑張ってやってくださいということです。まあ、叱咤激励といいますか、そういうものですね。統計委員会は厚生労働省に対し、毎月勤労統計調査で不適切な処理が行われた経緯や再発防止策について説明を求めていました。18日の委員会で厚労省が報告しましたが、西村委員長は回答にも何にもなっていない、全く評価できないとして差し戻しとし、次回の委員会以降にきちんとした報告をするよう求めました。